可愛い子発見ありがとう。おはようございます。ね、ブザビートありがとう。沼にはまりに来ましたってありがとう。ね、ブザビートありがとうございます。おはちゅんです。可愛い子発見ありがとう。おはよう。 NGT48 劇場7周年おめでとうございます。ありがとうございます。ね、おはよう。ね、ありがとう来てくれて。はるちゃんおはモーニングって、おはよう。おはモーニングです。ありがとう。ね、今日周年公演 DMM で見ますって、ありがとう。嬉しいですね。朝から可愛いねって、ありがとう。ちゅんちゃんおはようって、おはよう。ね、久々に遅刻なしですよ。そうだよね、あれなんですよ。でもね、遅刻してた理由は寝坊じゃないからさ、配信の遅刻はね、あれなんですよ。レッスンがあったりいろいろとあるから遅刻しちゃうんですよ。ね、まあ寝坊ではないからちゃんと言ってる、ちゃんと言ってるからね。ね、沼にはまりに来ましたってありがとう。ブザビットありがとう。はるちゃんおはようって、おはよう。おはよう。ね、こんにちは、お疲れ様ですって。ね、ありがとう、お疲れ様です。おはちゃんからの会社に行ってきまっちゃんって。あ、行ってらっしゃい。お仕事頑張ってください。おはよう。ムザビタありがとう。周年公演外れたからふて寝しますって。はあ、ね、結構倍率高かったらしいですね。ふて寝、はるちゃんもふて寝する。ただただ寝たかっただけだった、はるちゃん。仕事行ってきますって、行ってらっしゃい。お仕事頑張ってね。今日から通常生活なのね。そう、なんか目がさ、こっちの目がかゆいんだよね。ここが描きたいのに描けない、このあのなんとかかんとか。いや普通に可愛いよって、え、ありがとう。ね、今日ね、あれなんですよ、今さ、あれ、リップ薄めの、本当に薄いリップを塗ってるだけなんだけどさ、うん、アイラインも引いてない、まだ。今から引こうか迷う。でもさ、引いてもね、消すんだけどね、一回。てかさ、今日ね11時に寝て、あ、11時前かな、わかんない、11時ぐらいに寝て、昨日だ。で今日5時に起きたんだけどさ、ね、風が強くてさ、やばいよ風。なんか新潟風強い。ね、ブザビートありがとう。おはようございます。いつもお世話になってますって。いや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 、私がお世話になってますって言いたいところですね。チュンおはようって、おはよう。周年でハルチュンの生誕って生きようと思ったのに外れたからお預けって。あ、そうなん。
ら生誕ティーね着てるところ見たかったね。おはよう。ね、歯リップ買って、そう。ね、おはよう、ブザービートありがとう。可愛い子発見ありがとうございます。ね、今雨降ってる？これ。雨降ってますか？これもしかして。新潟雨降ってる？これ雨なのかな？なんかさ、え、これ雪？これ、これなんかポツポツ聞こえるんだけど。ね、7周年公演楽しみです。仕事終わらせて DMM 見られるように頑張りますって。ありがとう、お仕事頑張ってね。ね、見てくださいぜひ。吹雪いてた？え、吹雪？え、おはよう、可愛い子発見ありがとう。ね、千葉も風強いの？関東も風強いの？寒くなるの？なるほど。南川遥香さんおはようございますって。おはよう。え、雪なの今？え、嘘、やばい。それまだ外見てないからさ、わかんないけどさ、なんかめっちゃさ音が聞こえるんよ。もうなんかやばい、やばい。もっと寒くなるじゃん昨日より。絶対私と誕生日1日違いだねって。あ、そうなん？いいね。ね、おはよう。うん、あ、外見れますよ。あの、見れるんだけどさ、ね、外見れるんだけど、まだ見てない、まだ見てないだけです。うん、カーテン開けてないだけ今。うん、覚えてるの？初見ですって、ありがとうございます。南川遥香です。え、ブザビットありがとう。で、7周年あ公演で3期楽曲あれば、オレンジサイリウム振りますって。ありがとうございます。さあどうだろうか、ねね、ほんのちょっとなの？あられ、行ってきまっちゃんって。行ってらっしゃい、行ってらっしゃいです。お仕事頑張ってね。ね、今日は平日の朝ということで、休日の方も仕事いると思うんですけど、今日は久しぶりにこの時間にやったので、私はお仕事の方を送れるというね。はるちゃんが心配ですって。え、ありがとう、心配してくれてありがとう。ね、外代わりに見てきて。ね、はるちゃんはカーテン開けたくない。まだカーテン開けたくない、そういう時間じゃない。ね、あられかな、みぞれかな、わかんない。ね、でもなんか雨みたいな音さ聞こえてるって言うけど、もう止まっちゃったんだよね。もう止まっちゃった。なんか音聞こえなくなっちゃった。もうやみました。もう
音聞こえなくなっちゃった。おはよう。ね、転げないでね。あ、こけないでね。なんか、うん。ね、頑張ります。多分ね、こけないと思いますね。今日は、うん。おはようございます。今降ってません。車はうっすら白いけどって。あ、そうなの。じゃあさっき降ってたのかな。ねえ、外見る要因出動だって。ねえ、降ってないよって。あ、降ってなかった。あ、マジか。さっきで仲いいメンバーか。結構いるんだよな。結構いるっていうか、みんな仲いいけどさ、昨日もさ、あのリハーサルあったんですけど、リハーサルというかレッスン的な、なんか合同であったんですけどさ、なんかあのさっきが休憩の時にね、どこにいようかってなって、でなんか楽屋、なんかね、楽屋というかすっごいね、あのなんだろう、なんか部屋があるんですけど、そこにみんなで集合してたの、いつの間にか。なんかさ、でなんかめっちゃ狭くても、あの11人揃うんですよね。もう11人入れるかどうかもわからない部屋にもね、11人入るんです。でも日本語が通じない、日本語が、あのうん、なんか机とか椅子とか本当に11個なくても、そこに11人が集まる的な感じだからさ、仲いいメンバーって特定な方はね、どうだろうか。でも一番遊びに行くのはリリノですかね、かスイスイ、スイスイかリリノかな、遊びに行くの。あ、でもルアも、待って、それ言ったらもうみんなになっちゃう。待って、どんどん名前出てきちゃう。やばい、どうしよう、やばいね、もうみんな仲いいってことでね。あ、でもうん、あ、まあ合計で、合計だったらリリノだ。寒いね、寒いね。おはようね。雪に変わったんかね。おはよう、ね、可愛く発見ありがとうね。今日もお仕事ご苦労さんって。あ、今日もお仕事ご苦労さんって。あ、私、私ですかね。ご苦労さんです。はっちゅん、ダンスの先生からっちゅん、あっちゅんって呼ばれてるのって。あ、え、なんで知ってるの、なんで知ってるの、え、誰情報それ。ね、それだ、誰情報ですかそれ。え、そう、なんかね、昨日ね、いきなりさ、ダンスの先生からなんか、なんかね、小越さんと私が揃った時に、はる、小越さんのことをはるちゃんって呼んでるんですよ。はるちゃんだっけ、ダンスの先生で、私はるちゃんじゃないですか。はるちゃん、はるちゃんで、なんかなんかちょっと似てるからみたいな、似てるからかわかんないけど、なんかいきなりチュンって呼ばれたんですよ。そうね、3期生って本当に11人が一つにまとまってる気がするってね。もうなんかね、
そうだね、なんかね、めっちゃ揃うことがあるね、いっぱい。ブザビートありがとう。ね、ちょっと声がガサガサしてきた。おはよう、おはようございます、おはよう、チュンチュンって、そう、チュンって呼ばれたね。チュンチュンじゃなくてチュンなんですよ、私。ね、おはようございます、ブザビートありがとうございます。ね、おはよう。ね、なんかさ、声が寝起きだからかガサガサしちゃうんだよね。朝起きてから何も飲んでなかったらさ、もう喉乾いちゃった、ね、でも何が飲みたいかって言われると、今レモンティーが飲みたい気分なんですね、私。でもお家にいなくて、だからレモンティーが飲みたい。誰かレモンティーをくれ。買いに行かないといけない、ね、ブザビートありがとう。おはっちゃんです。ね、そう、チュンチュンじゃないんですよ、ね、おはっちゃんです。おはっちゃん、ななみんがはるちゃんともっと仲良くなりたいって言ってたよって。嘘でしょ、本当ですか。え、なんかさ、私もさ、あのね、ななみさんとね、もっとお話ししたいんですよ。ね、そう、相思相愛ですねって。誰か言っといてください。私、直接は言えないんで、あの、ななみさんと話、あの、結構ね、あの、先輩の中で、結構一番、あの、何、話して、話しかけてもらって、なんだろう、あの、結構、あの話してるんですけど、多分。でもはるちゃんはあの人見知りで自分から話しかけに行くことができなくて、でよくななみさんからやっぱり面白いわって言われるんですよ、私ね。やっぱり面白いわってめっちゃ言われるんですけど、でも自分から話しかけに行くことができないので、あのね、ちょっと言って、言いたい、あの、うん、言ってください。いや、まず、え、うん、どうしよう、どうやって話しかければいいんですかね。チュン、かわちいチュンってありがとう。ね、昨日ゆきちゃんの配信でチュンって呼ばれてたって情報があって、あ、ゆきちゃんが言ってたのね。そう、チュンって呼ばれたんですよ、びっくりですよ、はるちゃんは。ね、午後の紅茶のレモン好きって、え、そう、え、私も好きだよ、私も午後の紅茶のレモン。ね、かわいこわけん、ありがとう。ももちゃんね、ももちゃん違う部屋だよ。ね、レモンがないのって、いや、あのレモン、あの普通にあの紅茶にレモン入れるやつじゃなくて、あのなんだろう、普通にレモンティーが飲みたい。ね、おはよう。ね、ママちゃん買ってきてくれる。ね、ちょっとあれですね、うん、そう、スモちゃんって、あ、スモちゃんのことをスモティアンヌ、ティアンヌって呼んでるのユキちゃんだけって。あ、そうね、そう、気になってたの、私も。なんでスモティアンヌって呼んでるのかなみたいな。そう、スモちゃんのこと、あの私スモちゃんって呼んでるんだけどね、ユキちゃんだけスモティアンヌみたいなことを言ってて、えって、何それみたいな。え、私人見知りなんですよ。なんか
こうやって配信とか、なんだろう、同級生というか、なんだろう、なんかね話せるけど、目上の方というか、なんか目上の方というかさ、いるじゃん、よくなんか先輩とかそういう方にもう話せなくて、本当に話したことなくて、あんまりね、どうすればいいんですかね。だからそう、なんかね、先輩方からもお話、話しかけていただいたこととかあるんですけど、自分から話しかけに行ったことは一回もないんですよ。ね、人見知り、ガチの人見知りなんです。多分なんかね、公演の MC とかさ、先輩とやったりした時あるんですけどさ、もうめちゃめちゃ話してない気がする。いつものはるちゃんじゃないって思われる気がする、見られたら。そう、人見知りガチの。ななみんがまだ先輩の前で素を出してないはるちゃんが気になってるらしいよ。やばい。私バレてるんですか。なんでバレてるんだろう、素出してないっていうか。ななみんとゆきちゃん昨日コラボ配信してたよって。あ、そうなん。いつ何時くらいですか。多分その時間くらいで、はるちゃん寝てた気がする、わかんない。おはるちゃんってありがとう、おはよう。面白お姉さんから面白いってガチやんって。そう、なんかさ、ななみさんとさ、よく話しかけてもらってお話しするときさ、めっちゃなんか、やっぱり面白いわってめっちゃ言われるんですよ、私。なんか嬉しいですね、なんか嬉しいね。ななみんがはるちゃんは私と同じ、なんだろう、これ私と同じ、なんとか、なんだろう、何がするって言ってた、匂いかな、がするって言ってた。私なんかスタッフさんからもそれ言われてるんですよね。ね、おはよう。おしゃべり会は人見知りしないんですよ。違うんだよね、なんか違う、ね、おしゃべり会は人見知りしないんです。なんだろうね、でも身近な目上の方かな。いや違うな、なんて言えばいいんだろうね、なんでだろうね、なんか、おしゃべり会は緊張しないね。緊張しないじゃない、人見知りしないね、間違えた、日本語ね、人見知りしないんだけど、何が違うのかね。ね、なんかね、人見知り、なんだろうか、わかんないね。ねえ、僕ははるちゃんの目下ですって、やばい、そんなことないですね。ね、はるちゃんシャイなこと言ってあるよって。はるちゃんシャイなのか。ね、ななみさんにも、もう昔そうだったよって。そうなん。へえ、じゃああれかな、いつかは人見知り克服するのかな。でもさ、半年じゃないですか、もう加入して半年で、先輩方ともさ結構会ってるのにさ、まだ人見知り発動しちゃうんですよね。
なんだろうかこれは。おはようございます。おはよう。夜遅くなの。終わり間際か。あ、じゃあハリチュン寝てたかな絶対。おはよう、やばい声がガサガサになってた。星になったけど伝わったって。あ、結構伝わりましたね、うん、おはようね。はいちゃん今東京駅のに向かってます。某私鉄の電車内ですって。あ、そうなの。ね、なんか声がさ出なくなってきた。やばい、声は出るんだよ。いや声は出る。なんか喉の奥がガサガサしてる。やばい、寝起きすぎて。飲み物飲まないとこれ治らないやつなんだけどさ、いつも。でも近くに飲み物ないくてレモンティーが飲みたい。やばい、わがまま言ってる場合じゃないぞ。自分のことが好きって分かっているから人見知り発動しないのかなって。そういうことなのかな。ね、回数こなせば慣れるよって。そりゃ最初は先輩だから緊張するよって。だよね、うん。ね、いつかは慣れますよね多分。うざびとありがとう。おはよう。やばい、沼にはまりに来ましたって。ありがとうね。やばい、なんか声が本当にガサガサしてきた。ちょっと飲み物飲みたい。今日の目標はななみにギュッてしに行くことにしようって。やばい、え、それうん達成できるかな。まあ頑張ってみます。うん、おはようございます、ね、半年って言ってもそんなにしょっちゅう先輩と一緒だったわけじゃないでしょって。確かに、ツアーと かしかないかもね。一緒にお仕事する機会というかレッスンする機会もツアーとかしかないかもしれない。だからかな。はるちゅん、おはよう。可愛い子発見ありがとう、ね、あ、体調不良じゃないです全然。あの、ただただ寝起きの時こうなるだけなんです。はるちゅんちょっと時間経てばあの普通に治るというか。むざびたありがとう。おはよう。はるちゃんが特徴のうちはなんて書いてくれたか今から楽しみだよってね。そういえば書きましたね。書いたよ、愛情込めて書きました。むざびたありがとう、ね、沼にはまりに来ましたって。ありがとうございます。冬の脱水症状、夏の脱水症状より怖い、怖いからこまめな水分補給をってね。えちょっと水分補給します。後で、あのゆめちゃんでさえ初めは人見知りしてたって。そうなんだ。うんね、うん、ね、今日周年公演でハリちゃんたちに会えるって。楽しみだ。そりゃそりゃ楽しみですな。ハリちゃんも楽しみね。職場に着いたよ。チュチュまたね、今日の公演頑張ってねって。ありがとう、頑張ります。ね、頑張るね。ね、お仕事頑張ってね。ね、はるちゃんななみんの LINE 登録してあるって。あ、してない、追加してないですね。うん、なんかね先輩なんかそういうさグループあるんですけどさ、あのあるんだけどなんか
なんか後輩が勝手に追加するのもなんか違うかなみたいな、なんか相手からいいよって言ってもらえるまで私は追加しないようにしてます、先輩の LINE を、うん、それかあの本当に用事があるときはあのその先輩にすいませんあの追加させていただきますって言ってから追加してるけど、ね、あのほぼ全員ほぼなんか追加してない方が多いかもしれない。ねえ、おはよう仕事行ってきますって、お仕事頑張ってね、頑張って。レモンティー買ってきたの、いいな。ねえ、待って、ななみは3期生が LINE 追加してくれないと悲しんでましたよって。はるちゃんしてあげてって。え、だってさ、え、後輩からいいんですか、なんかさ、いいのかな。あ、じゃあ、あの今日会えるので聞いてから追加するわね。聞いてから、すいません LINE 追加してもよろしいでしょうかって聞いてから追加しますね。ちょっと、うん、頑張るわ。ね、今日周年ライブ、あ、周年公演だね、楽しみにしてますって。そうなんですよね、私も楽しみですね。うん、ねえ、南川ちゃんおはようって、おはようブザビーターありがとう。ねえ、スポーツが得意と言ってた先輩はぐいぐい来る人が多かったから、そういうイメージで見てたかも。前髪いい感じですねって、いや、ありがとうね。全然さ、あの溶かしただけなんだけど気まずい。ブザビーターありがとう。ゆきちゃんが登録してなくてななみんから叱られてた、登録しないよって。あ、そうなん、なるほど。LINE してほしいんだ。早く追加してて出たよって、マジかブザビートありがとうございます。一番話しやすそうな先輩は誰って、ななみさんじゃないですか。いや、皆さん話しやすそうですけど、うん、私はななみさんが話しかけてくれるので、たくさんだから一番話してる先輩ななみさんなので、ななみさんだと思いますね。はるちゃん美人だねって、ありがとう。なんかさ、それ3期に言ってよ、はるちゃんは美人だよってなんかさ、なんかね、私さ、なんかね、綺麗系になりたいって言ったんですよ。そしたらさ、3期生にさ全否定された。全否定っていうか、綺麗系じゃないって言われたのね。なんかね、え、綺麗系って言ってよね。はるちゃん可愛い系じゃないじゃん、だから綺麗って言われたいんですよ。うん、ね、頑張るね。で、連絡したいとき無理やりでも用事作るんだよって、分かったね、可愛い子発見ありがとう、ね、ありがとうございます。
ね、追加ダメなわけじゃないって言ってたよって。そうなの。うん、1期生ではひなた、ドラ3ではかいりちゃん、2期生はまなちゃんあたりなら話しやすい気がしますよって。なるほど。へえ、おお、嬉しいですね、話しやすそうな先輩方が。でもおはるちゃんです否定しないけど自分で言うかってね。なんで、え、だってさ普通に、なんだろう、なんだろう、普通にさ、なんか綺麗になりたい綺麗になりたいって言ってたら本当に綺麗系な女子できそうじゃない。わかんないね、可愛くなりたいで可愛い系は無理だと思うけど、自分的に、自分の顔つき的にね。ねね、スモモタンに否定された、否定されたんだよ。そうね、村長との微妙な距離感がウケるってね。え、微妙な距離感なんですか私、ね、綺麗だと思って、え、ありがとう、え、なんかそれ言われるとなんか照れるね。なんかさ、うん、嬉しい。仕事だからまたねって、うちは届いたら次の研究生公演で見せるねって、ありがとうね、お仕事頑張ってね。3期生、3期ははるちゃんとおにぎりちゃん、あー、リリノ、リリノなの、綺麗系か、え、リリノ可愛い系かと思ってた、綺麗系なんか。やっぽきさんは綺麗系、あー、わかるね。うん、多分10年後にはかっこいい女と言われてると思われますって。なるほど。会社に着きました、お仕事行ってきます、綺麗でまたねって照れるな。なんかね、ありがとうございますね、お仕事頑張ってね。なんだろう、これ厳礼ですか、これって、わかんない。ね、意外かもしれませんが、ほんまひなたさんはぶっ飛んでますよって。え、なんかね、最近ね、そういうなんか一面というか、なんかぶっ飛んでるというか、なんかそういう面白いところを最近見かけたことあるんですよ。ね、はるちゃんいい子だねって、はるちゃんいい子じゃないですよ、全然可愛いと思って今見てますよって。いや、ありがとうございます、とても嬉しい。ね、リリノちゃん可愛い系かな。ね、どうだろうか、ユーハが綺麗系じゃない。え、なんか3期の綺麗系と言ったらハルチュンだけどユーハも綺麗系だよね、うん、可愛いも綺麗もできる女だよね、あの子、うん、ちょっと誰か否定しないの、誰か否定しないのね、誰か否定しないの、ね、3期の綺麗系と言ったらハルちゃんだけどって。ね、え、セクシーと綺麗否定されたから新しいの探さないとって。いや、でもさ、ね、否定されたからといってその目標をさ諦めるわけにはいかないんですよ、ね、目標はさあれですよ、ね、簡単に諦めちゃそりゃうまくいかないですよ、
ね、だから私は否定されてもメンバーから否定されるのはさ、その中身を知ってるから否定されるわけであって、だからあの見た目的にはもうねキレイキュンに慣れてきてる気がするんですよって私は自分で信じてるから、うん、頑張ります。でももうね、うん、ね、綺麗系を通します、もう通します、もうそれで、ね、もう可愛い系も無理なんで、はるちゃんは。ね、おはよう、おはようございます。あ、大滝さんね、綺麗ですよね。ね、和服美人ですわって、え、それリリノじゃない、和服美人って。えー、私そうなのかな、リリノの方が和服美人だと思う。ね、可愛い子発見ありがとう。ね、リリノめっちゃ和服似合うんだよね。ね、2年後絶対超美人さんになると思いますって。え、じゃあはるちゃんは、はるちゃんはいつぐらいに超絶の美人になると思いますか。皆さん当ててくださいね、皆さん当てて。私は何年後ですかね、タイミツッコミのタイミング失ったよってごめんごめんね、ちょっと早すぎたか。もっちゃんも綺麗系なの。え、さっききれい系多くない。え、絶対可愛い系でしょ、絶対もっちゃん。はるか的にはあのゆうはとはるちゃん以外みんな可愛いと思ってる、可愛い系。あ、でもポもきれい系に入るのかな。みんなはそう思ってるのか。リリカ様普段どんな子って、え、めっちゃね可愛い。なんかね昨日ねなんか椅子に座ってたら後ろから抱きついてきたんです。可愛い子です、めっちゃ。え、人生で初めてそんな椅子の後ろから抱きつかれてさ、はるちゃん胸がキュンとしましたね、本当に胸キュンかと思いました。おはよう、初見ですってありがとう。ね、可愛い子発見ありがとうございます。ね、ありがとう。はるちゃん身長高い系目指そうってね、頑張りますね、頑張る。ね、頑張るね。身長ね、あと3センチ伸ばせばあの NGT1 なんですよ。ああとね、あと2センチで NGT1、 違う、あと1センチだ、あと1センチでもうあの一番高い方とあの同じになるので、 あと2センチ伸ばせばいいのか、うん、でもはるちゃんは168になりたくて。ね、可愛い子発見ありがとう。おはようございます、来てくださってありがとうございます。女の子20歳から第二の人生始まるんって聞いてた。そうなんだ。え、23、24の頃。え、じゃあはるちゃんあれじゃん、もう遅いじゃん絶対。今日抽選に外れたので家で見ますって。あ、じゃあ DMM レスするね、頑張る。ね、もっちゃんあと1センチなんですよね、抜けるの。そう、あと1センチで抜けるので頑張りますね、身長抜かせるように。でももっちゃんもなんか成長してるらしくて、でもはるちゃんも今さ成長期なんです、まだ成長期なんです。
だから諦めてはない身長はまだ。ね、そう、今一番はもっちゃんだよ。はるちゃんの身長が伸びたらみゆみゆが泣くよって。私あれなんですよね、今藤崎さんと同じ身長かもしれん。165だよね藤崎さんって。ね、私も165になっちゃったので、ね、やばいね。なんかはるちゃん164だったのにさ、5に変わってさ、で今成長期だからもうすぐ6になりそう。なんかね、だんだんとね、もっちゃんとね同じぐらいになってきてるんだよ。でももっちゃんも伸びてるらしくて、やばい、抜かせないですよ。こうなってる。こう、ゆきちゃんとれんやならどっちが身長低いのって。あ、ゆきちゃんだね。ゆきちゃん、あ、あねちゃんも背高くてさ。そう、いや家族がみんな身長高いんですよね、はるちゃんの。あ、166だったの、みゆみゆさん。なんかどっかで165みたいな聞いた。あ、166か。はるちゃん高いねって。 NMB の黒田ふわちゃんぐらい違うやん。おー、ふわさんってあれじゃない、170あった気がするね。はなえちゃんもキレイ系なんだ。でもね、あのね、私ねまだ希望はあるんですけどさ、あのママチュンがね、あ、私ママチュンの遺伝子をね結構もらってるんだけどさ、ね、ママチュンがね、あの高校卒業したら3センチぐらい伸びたみたいな。何センチだっけ、ママチュン何センチだっけ、ママチュン何センチだっけ。ちょっとね、最近、ね、あの違う部屋でさ配信してるからさ、で LINE、 あのメールでさ答えてくれるようになっちゃったんだけどさ、ね、まーちゃんこう、ん、え、なんかバグってる、何これ。あ、待って違う、待って、あのごめん、あの高校の時に165センチだったらしくて、で高校卒業したら169センチになって4センチ伸びたらしい。メールで答えてくれた。え、やばい。だからはるちゃんも今165センチだから、その道たどれば4センチ伸びるっていうわけなんですよ。え、伸びるかな、これいけるかな、伸びるかな、はるちゃんも伸びるかな、ね、4センチ伸びたらしい。そう、メールで答えてくれた。そう、おはようございます。おはよう、ね、社会人になってからワイは1、2センチ伸びた。1、2センチか。
そう、4センチ伸びたらしいね。で、8日の公演の MC 面白かったよって。え、ありがとう。ね、あれね、メンバーみんなでね、どの企画やるかとか決めてるのでね、そう言われると嬉しいですね。何の企画が面白いのかな。ね、ママちゃんもしかしてまだ伸びてるんじゃって。あ、ママちゃんもうね伸びてない気がする。身長、あ、牛乳飲めば伸びるんですか。牛乳か。え、私牛乳もう卒業した。牛乳もう飲んでないね。中学校まででしたね。もう牛乳は給食で出た牛乳しか飲んだことないですね、はるちゃん。ね、身長も実力も伸びるぞって。え、ありがとう。なんか嬉しいこと言ってくれるじゃないですか。前も頑張って身長伸ばすから応援してて、ね、一緒に頑張ろうね。え、でも身長高くなかった意外と。ね、頑張ろうね一緒に。ね、ブザビットありがとう。おはよう。ね、アネチュンね、アネチュン175ぐらいじゃない？わかんない。ね、アネちゃん175ぐらいじゃないですか。わかりません。なんか100そのぐらいだった気がする。170超えてた。4だっけ。170、まあわかんない。173だっけ。174、345のどれかなんですよ。もう覚えてない。アネちゃんの身長ね、覚えてないですね。345のどれかです。相関図、あ、相関図面白かった。 NG ワードの企画面白かったの。あれ面白かったんだね。おはよう。ブザビタありがとう。あ、4だったらしいですね。4だった。だからね、はるちゃん身長伸ばしてね、スタイル良くなりたいんですよ。もうなんかこれ以上骨格は細くならないと判断したので、身長は、あの身長を伸ばせばもっとなんかキューみたいな感じになれるかなみたいな。はるちゃんモデルになれるかもって。なんか嬉しいね。じゃあ身長伸ばしますね。ちょっと1センチぐらい、3センチ伸びたいんだけどさ、1センチ頑張るわね。え、私のさ、推しメンさんがさ、推しさんが168なんですよ。だから168になりたいって言ってたんですよ。いや、細くはなりますよ。細くなるよ。え、ただ私がめちゃめちゃと食べちゃうから細くならないんですね。骨格ストレートではないんですよね、はるちゃん。多分ウェーブかナチュラルなんです、ね、ウェーブって言われたんだよね前は。でも信じてない。信じてないです、はるちゃんは、ね、ナチュラルがいいんですけどね。バンダイシティバスセンター1階のバンダイそばの斜め前あたりに瓶の牛乳の自販機あるよ。あ、ね、それ見かけたことあります。ねえ、はるちゃんもふちゃんに弟子入りしたらって。
弟子入りしたいですね。ね、俺の理想のタイプ身長158センチって、あ、そうなん、え、理想とかあるの身長。理想のタイプか、身長考えたことなかったな。で、何センチでもいいですね、はるちゃんは。うん、ね、低くても高くても、自分より低くても高くてもどちらでも OK。 仕事行ってきますって、行ってらっしゃい、お仕事頑張ってね。え、ナチュラルがモデルが多いらしいって。私骨格なんだと思いますか。自分ではウェーブだと思って過ごしてるけど、ナチュラルなんですかね。なんかウェーブじゃないよって言われた時もあるんですよ。でも友達だから信じてない、友達が言ったから信じてない、なんだろう、身長理想あるんですか。ね、身長関係ないよね、好きになったら身長関係ないよね。ね、どうだろうか、みんなあるのかな理想の身長とか。そしたら私さ、身長高い、理想が身長高い方がいないと私もう終わっちゃう。ね、それではランキングいきます。13位あきらちゅん、ありがとうございます。12位ちっちちゅん、ありがとうございます。11位いちろなあばいちゅん、ありがとうございます。10位まっちょちゅん、ありがとうございます。9位山女ケースちゅん、ありがとうございます。8位ギバちゅん、ありがとうございます。7位チーボーちゅん、ありがとうございます。6位みなみかごうちゅん、ありがとうございます。5位酒井秀一ちゅん、ありがとうございます。4位音速の貴公子ちゅん、ありがとうございます。3位ケンチちゅん、ありがとうございます。2位ボンちゅん、ありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルルルン、ドラミちゃんです、ありがとうございます。いや、手の大きさ、膝のお皿とかである程度目安はつくかとって。あ、じゃあ後で骨格のやつ調べてみます、頑張るね。ね、170センチが一つのポイント。僕は10センチ低いですが大丈夫ですかって。あ、全然大丈夫なんだけど、で逆にね、そちらが良ければ私は全然理想ないですね、身長とか関係ないと思ってるので。ねえ、ありがとう、ね、こちらこそです、公演頑張ってねって、ありがとう、ねえ、ありがとうございます、皆さん来てくださってありがとうございます。ねえ、応援しますって、ありがとうございます。それでは今日の配信ね、終わりたいと思います。ね、皆さん来てくれてありがとうございます、お仕事頑張ってね、みんなお仕事頑張ってね。ねえ、皆さんバイバイ、またね、また来てね、ね、お仕事頑張ってね、バイバイ、おやすみ、あ、おやすみじゃない、間違えた、夜配信じゃないそれおやすみじゃない、ね、またね、バイバーイ。